皆さんこんにちは。本日は特別編の動画になっています。それではゆっくり楽しんでいってくださいね。アメリカ副大統領の背景に、創価学会の池田名誉会長が、先日、アメリカ副大統領、カマラ・ハリス氏のインタビュー中に写った背景の写真に注目が集まりました。そこに写っていたのは、なんと創価学会の池田大作名誉会長だったからです。カマラ・ハリス氏がインタビューを受けたのは、アメリカ・ジョージア州アトランタにあるモアハウスカレッジという大学の一室です。その写真は、アメリカの人権の闘士、マーティン・ルーサー・キング・ジュニア氏の写真の隣に掲げられています。ハリス氏のインタビューは、アメリカで起きている自動車労働組合のストライキに関して、また今後の自動車産業の変化、そしてそれに関わる雇用の問題に関してコメントを求められたものです。それにしても、なぜモアハウス大学の一室に池田名誉会長の写真が掲げられていたのでしょうか。モアハウス大学とは、モアハウス大学はアメリカのあまたある大学の中でも名の知れた大学です。それは歴史に名を刻んだ人権の闘士マーティン・ルーサー・キング・ジュニア氏の母校だからです。キング氏はアフリカ系アメリカ人公民権運動の穏健派の指導者として非暴力差別抵抗活動を行った人物で、特にローザ・パークス氏の事件を機に起きたモンゴメリーバスボイコット運動を指揮し、その結果としてバス車内人種分離法が憲法違反との判決を最高裁で勝ち取ったことで有名です。その後アメリカ全土の公民権運動を指導し、人権運動の象徴となりました。日本の英語の教科書などでも知られる I have a dream の演説も世界的に有名です。そんなキング氏の母校であるモアハウス大学は今、人類の歴史的な人権闘争の象徴として人類平等への指導者を育成する大学となっています。なぜモアハウス大学に池田名誉会長の写真が。それではなぜモアハウス大学の一室に池田名誉会長の写真が掲げられていたのでしょうか。その理由は、モアハウス大学で行われているガンジー・キング池田展に端を発します。ガンジー・キング池田展は2001年4月に始まったモアハウス大学キング国際チャペルのローレンス・カーター所長の発案により催された平和闘争の展示です。展示の主題は非暴力であり、その非暴力の系譜がインド独立の父ガンディー氏、アメリカ公民権運動の指導者キング氏、そして今現在世界的な仏教平和思想の展開に貢献する創価学会の池田名誉会長に連なっているという意味で、その三氏の名を掲げた展示を企画したのです。ガンジー・キング池田展はアメリカを中心として世界各国で行われています。カマラ・ハリス氏のインタビューに写っていた池田名誉会長の写真は、この展示の内容が写り込んだものというわけです。なぜガンジー・キング池田なのか。それにしても、なぜキング国際チャペルのローレンス・カーター所長はこの展示を発案したのでしょうか。一言で言えば、この三氏に流れる平和思想が人類平等への重要な道しるべと考えているからです。そもそもキング氏はこのモアハウス大学でガンディーの平和思想非暴力主義を学び、ガンディーを尊敬敬愛していました。ガンディーの非暴力運動があったからこそ、アメリカでキング氏が指揮する非暴力による公民権運動もまた成功を収めたといえます。そしてこの2氏による非暴力の運動は世界的にも認知され、平和や平等の象徴となりました。しかし両氏ともに最終的には暗殺されてしまい、道半ばでこの世を去ってしまいました。彼らの精神を受け継ぐ者はいましたが、時代を経るごとにこの2氏による運動は歴史上の出来事となり、現実世界においてはまだ依然として差別や暴力がはびこり、彼らの平和思想は現実への影響力を失いつつありました。そこに登場したのが池田名誉会長なのです。池田名誉会長はガンディー氏とキング氏に連なる非暴力の人権闘争の歴史の重要性を再度認識し、世界中にその思想の重要性を訴えてきました。それは
池田名誉会長が信奉する法華経の精神、そして師匠戸田常成第二代会長、戦士牧口常三郎初代会長が軍国主義をひた走る日本に反対し獄中闘争した歴史と一致していたからです。戦後の創価学会は貧困にあえぐ日本復興の大きな礎となりました。どんな状況からでも相手と自分の可能性を信じるその信仰は多くの日本人の精神的な支柱となったのです。そして今や創価学会は世界192カ国地域に広がる世界的な仏教団体となりました。モアハウス大学のカーター所長はこの創価学会の平和思想、法華経の万人成仏の法理にガンディー・キングに貫かれた非暴力、平和への精神が重なり、しかも現実にその思想を全世界に広める姿に感銘を受け、このガンディー・キング池田展の開催に至ったのです。異国の宗教団体の会長を自身の師匠と併記するのは相当な信頼と覚悟あってのことは言うまでもありません。カーター所長はガンディー・キングの思想が池田名誉会長、そして創価学会によって継承され受け継がれ現実を変えていくことに強く期待されています。カマラ・ハリス氏はモアハウス大学での講演で自由のために戦おうと呼びかけました。ハリス氏の呼びかける自由とは特に人種及び LGBTQ などの平等に関連するものです。今日人権問題はある人種がある人種の権利を奪っているという明白な人権侵害ではなく、さまざまな立場にいる人々の所属が複雑に絡まり一朝一夕には解決しない問題となっています。ハリス氏の背景にあったキング氏と池田名誉会長の写真はこの問題の解決は必ず非暴力と相互理解によって達成されなければならない、暴力の歴史を繰り返してはならないと訴えかけているように感じられてなりません。いかがでしたでしょうか。今回は特別編をお送りいたしました。今後も注目トピックがあれば逐一まとめの動画をアップしていきます。本日はご視聴ありがとうございました。